はい、タチャハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はマージマンション、イベントと通常クエストの方をやっていきたいかと思います。さて、とりあえずね、このサーフボード直してこよう。これですね、完了。サーフボードを元の位置に戻す。あ、これが元の位置なんだね。なんかサーフボードなのに、なんかこの右下のやつとかはもうローラースケートボードみたいなやつだね。で、あとはね、花がもうちょっとなんだけど、ちょっと今日どうかな、いけるかな。で、あとはランプ、そしてラジペン、あとはハケガニ、スコップさん、待って、ハケにスコップさん、ハケから行くかな。結構回数使うよね。単純にもう8に16か。で、スコップ、スコップが意外とかかるんだよね。スコップ3だっけ。こうスコップ3。あ、もう残り回数がない。ギリいけるか。いや、無理だな。じゃあとりあえずスコップ2と斧の1はいけるのか。スコップ2、ハケも2、まあ、斧の1納品しちゃおう。斜め線揃いました。あと、このネジの4段階目か、これが結構厳しいかも。あとはオレンジの花も3つ作って後で納品しよう。よし、というわけで体力がもうない。いや、今日一瞬だったな。まあ、次回メインタスクの方はこの花を目当てに、目標に。こっちのガレージ美化計画の方は、まあ、あと3つぐらいは自力でやっていきたいかな。というわけで、今回はここまでにしたいかなと思います。ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。さて、あそこで終わるって言いましたけども、あまりにもちょっと4分の動画で短すぎたので、もうちょっと足しておきます。で、マージマンション初の動画編集ですよ。あの、動画くっつけただけですけどね。じゃあアイテムを追加しますかということで、ナイフを納品、そしてスコップも納品、あと、斧か。斧と花瓶はいけるかな。斧で止めとくつもりだったのにな。スコップ、シャベルか。シャベルまで行ってしまった。斧をください。ついでに手袋ください。
なかなか出ないね。じゃあ、斧を納品。これで、あとはネジだけなんだけどね、ネジが厳しいかな、あと8時間では。あとは、花瓶を。花いけるかと思ったんだけどね。じゃあ花瓶までは OK だね。あれ？いいんじゃない？あともう延々とネジだけだな。あと9タップしかないね。どうしようかな。ネジが出ない。これね、出てほしい時には全然出ないからな。ネジの交換アイテムってあったっけ。さすがにないよね。しゃーなし。あと1タップしかできんからな。でも我が今延々とやらなければいけないのはネジを作ること。間違えたね今普通に。あーもう違うんです、道具箱をタップするつもりだったんです。これここ間違いやすいからちょっと入れ替えとくか。道具箱下の方がなんとなく分かりやすいかも。こんな感じかな。よし、じゃあ今回はここまでにしておこうか。次は追加分のところグダグダになってしまったな。よし、というわけで今度こそ失礼します。